ます。頑張ります。今週は街中ランニング、ゆうちゃんが街中を走るコツ教えます。走り込んでいかないと。やりましょう、うん、お気合十分なんで今日は横浜の街を走りたいと思います。お、知りたいと思ってました、うん、この辺りで走れると便利ですし、うん、ということで街中ランニングスタート、うん、この辺り走ったことなかったんですごく新鮮です。いいですね、はい、あ、じゃあ例えば、はい、こういうガラス張りのところを発見すると、ほうほうほう、自分の姿が映るじゃないですか、はい、でこれでちゃんと自分の走ってるフォームを確認する、自分が今どんな風に走ってるのかが分かっちゃうという。おお、なんか街中って本当にいろんなところ使えるんですね、うん、そうなんですよ。はい、信号です。信号だ。こうやって赤信号の時はせっかく温めて心拍数も上げたのを下げないように、はい、ちょっと軽くジョグするか、はい、ストレッチ。信号待ちのタイミングでストレッチ、疲れた部分をケアしましょう。また足がちゃんと回転するので。ゆうちゃん、はい、もう疲れた。疲れましたか。とりあえずじゃあ一、はい、回歩きましょう。例えばじゃあ自分で目安を決めてあそこの信号まで歩く、うん、で、はい、信号を越えたら頑張るっていう風に自分で目標を決めて、はい、ここまでは歩きます、うんうんうん、でそこでちょっと気持ちを取り戻すというか走り出す気持ちを取り戻して、取り戻すね。そう、もう終わり。そう、もう終わり。さあ走りましょう。走るか。行きます。もう終わっちゃった走るところ。はい、終了。あ、頑張りました。はい、どうでしたか。いやでも街中ランニングって、うん、景色が変わるので、うん、飽きずに楽しんで走れますね。そうですね。あと普段見てる街もなんかちょっと違って見えたりして、うん、面白いかと思います。じゃあ次回はちょっと場所を変えて港未来を走ってみましょう、はい、お、港未来、海の方ですか、うん、そうです。お、それも楽しみ、うん、いいですね。楽しみながら走りましょう。よし、横浜いいとこいっぱいあるし、うん、行きましょうか。行きましょう。来週は長距離ランのコツ教えます。